伊藤長七、伊藤長七、伊藤長七、1877年4月13日から1930年4月19日は、日本の教育者。東京府立第5中学校、現小石川中等教育学校の初代校長として、対象自由教育運動を担い、当時としては、画期的な教育を、次々と打ち出した型破りの教育者として知られる。 明治10年、1877年4月13日、長野県諏訪郡志賀村5857番地、現、諏訪市志賀府門寺で、上級農家の伊藤孫衛門の三男として生まれる。母は、笠井兵志郎の長女、理科。長七が3歳の時に、母が死去したため、祖母の中に育てられた。 幼少より振動と生やされ、入学年齢よりも一年早く就学した。上、桑原学校初等科を経て、1888年、軍立諏訪高等小学校3年に編入。同級生に、矢島おとじ、島木やかひこ、三沢廃山らがいた。長七はそこで、儒学に精通する、三輪の三吉の教えを受けた。1890年、 高等小学校卒業後に、諏訪郡育英会、後の長野県、諏訪清司両高等学校、附属中学校の全身母体に2回生として入学。高等小学校の旧友であった、矢島乙じ、島木やかひこ、三沢廃山とは引き続き同級であった。育英会卒業後、1891年より3年間、授業生、後の代用教員として、市が小学校、 高島小学校で教師の補助を務めた。1894年、長野県人城市範学校、県新州大学教育学部に、諏訪軍の小無巨生として入学。同級生に、矢島おとじ、島木やかひこ、大田瑞穂などがいた。また、後輩で、同じ諏訪軍志賀村出身の北沢市一とも交友があった。長七は、この頃より、 当時の教育界の保守的な風潮や形式的教育を批判し、教育革新運動に傾倒していく。学内では教育革新の声を上げる第一人者と目され、市範の学友会の会合では小学校長を招き、面前で旧式教育や教育界の停滞を通列に批判した。長七の教育思想の源流が市範学校時代に確立していった。 1898年、ウエスは、四学宮市立諏訪高等小学校の教諭に着任すると、新進気鋭の青年教育者として、新教育を自ら実践していった。登山遠足、野営活動、折衷行進、雪投げ合戦、氷上運動、さらに、長七の首相で、諏訪軍連合大運動会を開催するなど、前例のない学校活動を、次々と打ち出していった。 試験を廃止し、休憩時間は、職員室を出て校庭に出て、児童と運動した。同年の秋には、宮沢邦穂、三村康二、森屋七,七と共に、諏訪教育大会を開催。長七は、体育運動の奨励と活動主義の教育との、題目で論じ、従来の形式主義、厳粛主義の教育を廃することを主張した。こうした、新教育の実践は、 旧来の教育思想を持つ教育者と衝突を生んだ。長七は主義方針等現任校長と意見を意にしために応応その指揮命令を遵守、セスとされ、1899年、下諏訪高等小学校に転任させられた。しかし、転任先でも新教育を貫く長七と旧来の教育思想を持つ校長とで衝突し、半年で岡谷高等小学校に転任させられた。 ここでも教育思想が相入れず次第に孤立していった長七は辞職を余儀なくされた。あまりにも革新的な教育と長七の言動が諏訪軍内に知れ渡り諏訪軍内での受け入れ校は皆無であった。教師職を解任される危機であったが、軍外の小諸小,小学校の友の文太郎の助けを受け、1900年小諸高等小学校に着任。 教育界を追放される危機を脱した。長七は小室高等小学校でも変わらずに新教育を次々と実践していった。背景には、長七の尊敬する年度途中より校長職に就いた佐藤虎太郎の理解もあった。一年間の小室生活の後、長野市販学校の校長からの推薦を得て、念願の東京高等市範学校への進学を叶えた。 長七は小室をはじめとする三年間の新州での教育の思い込めて小室を猿字を読んでいる。1901年4月、長七は東京高等市範学校へ入学。1903年10月21日には諏訪高等小学校時代の教え子であり、高島神城小学校の教員であった千代原冬と結婚。また、同年には諏訪中学校の依頼を受けて、 高東に、高木を作詞している。1905年、市範学校の研究科を卒業するとすぐに、同校の付属中学校の英語科助教諭に就任した。1912年、東京朝日新聞の文化欄に、長七が黒風博老のペンネームで、当時の教育界の様々な諸問題を鋭い視点で革新的に論じた。 現代教育館を全48回にわたって掲載。一教師であった、長七の評論が掲載された背景には、長野市藩学校の学友である、大田水穂の推薦があった。圧迫に悩める、現代の中等教育、女学校教育の価値、確一教育の普及、入学試験悪影響、軍事中心主義の兵といった題目で、旧大前の教育界の刷新を紙面で訴えた。 この記事の掲載は、当時の教育界のみならず、各界で大きな話題を呼ぶことになり、伊藤長七が知られるきっかけとなった。1919年に長七は、井上智和東京府知事や後藤新平、沢柳正太郎の推挙により、東京府立第五中学校、現東京都立小石川中等教育学校の初代校長に抜擢された。 理科学の時代の到来を予見していた長七は、理科学研究所に隣接していた立地を生かして、従来の官僚や軍人を養成するエリート校とは一線を、画した自然科学を主とする科学者を輩出する学校の理念を打ち出した。原理は後にして、まず事実との方針から、不律語中には、当時としては異例の高度な設備を持った科学実験室が備えられ、 授業の中心に実験が据えられる画期的な授業スタイルを実践した。当時の中学校では3年次から始まる物理科学の授業を不律語中では1年次より行い独自に編纂された物理科学の教科書が用いられた。長七が新州時代に実践した課外活動の数々は不律語中で大いに開花した。授業では 校外学習が重視され、校庭には観測所を設置し、本格的な天体観測や気象観測を行った。都会生活の少年に農村生活を味わわることを目的とした天地収容体は、新州の志賀村で実施され、当時としては斬新な行事であったため、東京朝日新聞が写真入りで大きく報じている。また、英語の授業においては、全国の中学校で初めて、 蓄区運機を利用したリスニング教材を授業で使用した。標準服は英国のイートン校などを意識して、爪入り服ではなく背広とネクタイが選ばれ、生徒を紳士として扱うとの方針が示された。1921年には第1回の創作展覧会、現、創作展が開催された。長七は生徒の1年間の成果を内外に発表する機会を、 儲けたいと以前より考えており、創立より3年目での待望の実現であった。創作展示会では、生徒たちの電信機、機附模型、絵画、写真、文集、彫刻、稲の編集、トウモロコシの遺伝、測量結果などが展示され、3000人以上の来場があった。長七は、不律五中の校長就任以後、海外渡航を多く実現し、 そこで得た見聞を生徒たちに話しては、国際人としての重要性を説いていた。1921年に満州の法典で開催された校聴会に出席し、日本統治時代の朝鮮などを視察。さらに、翌月には、欧米の教育視察へ出発。ワシントン会議を傾聴し、アメリカのハーディング大統領との単独面会を実現。サンフランシスコ到着後は、 スタンフォード大学を視察している。ヨーロッパ渡航では、フランス、ドイツ、イタリア、スイスを歴訪。フランスでは、画家の小山慶三の結婚式に立ち会っている。ドイツでは、信仰のあった斉藤茂吉に会い、ウィーンの女学校を案内してもらった。スイスでは、当時中スイス公使館付駐在部官であった、長田哲山の世話になっている。この際、長七は、 日本中の小中学生や高等女学校の生徒から1万通もの紙を集めて訪問した国々の各学校で配り国際交流を図ろうとした。1926年に台湾を視察。1927年にはカナダのトロントで開催される国際教育会議に出席。キトには船を間違えたと称して予定にはなかったブラジルを訪問。 中ブラジル大使の有吉明の案内を受ける。そして、イギリス、フランス、ドイツを経て、ソ連で開通したばかりのシュベリア鉄道に乗って、帰国した。1929年6月3日、妻の冬が死去。翌年の1930年4月19日6時35分、肺結核のため、平塚市教運動病院で死去。去年53日。 不律後中では、長七の死を受けて、4月23日に、皇庭で、学校葬が行われた。葬儀は、盛大に行われ、3000人を超える参列者がいた。墓地は、東京都豊島区の雑司ヶ谷霊園。執筆中、伊藤長七が、不律後中時代に、生徒たちに熱弁を振るっていたとされるのが、立志、開拓、創作の参考税であった。 今日の小石川中東教育学校でも連綿と受け継がれており、自ら志を立て、自分が進む道を自ら切り開き、新しい文化を作り出すという意味で解釈され、同行の見学の精神となっている。長七は入学式で新入生に対して、以下のように参考税を説明している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。